にちは、モルブです。今回はですね、ちょっと検証動画を撮っていきたいと思います。やる気満々ですね。はい、というわけでですね、今回用意したのが、じゃんじゃん、こちらのおもちゃ用意してみました。これはね、娘のキューちゃんがずっとね遊んでたものなんです。これはね、ガチャガチャですね。ガチャガチャのカプセルですね。この2つどっちか遊んでくれないかなと思って持ってきました。モルモットちゃんがこういうボールで遊んでる姿をね、見たことがあったので、それをちょっとね、うちの子たちできたら嬉しいななんて思ったので、ちょっと検証してみたいなと思いつきました。モリプ、はい、ちょっとカメラをね設置してみたけど、この辺でいいかな。もう少し後ろにしてみようか。はい、一個ずつがいいかな。ちょっと一個ずつやってみよう。まずじゃあ大きい方からね、置いてみる。2匹ともさ、オスのモルちゃんだから、もしかしたら力試しでねやってくれたりするかもしれないからね。どうかな、やってくれるかな。はい、来ました来ました。いらっしゃいませ。どうですか？見て、ジェンちゃん、ほら見て、ほらこれ、なんだこれ。ちょっとそういうこと。え、なんだこれ、なんだ。全然ダメだね。鈴の音が怖いかしら。ほら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 、なんだあれ。ほら、ルリルリ、ほら見て見て、これ何？はい、じゃあ次カプセル、これはねいいんじゃないかな。いくよ、これ、どうだ。見て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 、どうこれ。ちょっとさ、いいこと思いついた。じゃん、キュウリです。これならきっと、ね、どうにかしてこの中にさ入れたら、ちょっと頑張ろうって気に、もうほらほら、すでにほらほら、すでにほらほら、なってるなってるなってるよ。よし、入れた。見てください。こんな光景今まであったでしょうか。カプセルの中に輪切りのキュウリが入っております。では行きたいと思います。コロ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 、どうだどうだ。気がついた、あ、気がついた、この中にあるぞ。あ、ルリは気づいた。違う、遊んでるんじゃない、これは逃げようとしてるんだ。獲物を捕まえようとしています。こんなことがあるでしょうか。捕まえようと動き出すキュウリ。こんなことあるでしょうか。自然界ではなかなかありえない光景ですね。草食動物では獲物を追いかけるなんてことありえないでしょうけど、いけ。パカ
理です。どうぞ。あ、これも取っちゃった。はい、ということでいかがでしたでしょうか。今回はね、ちょっと検証動画という形で遊ぶかっていうか、もう追いかけるかみたいな話になってしまいましたけど、ちょっと今までのモルブとは違ったことができたんじゃないかなと思っております。この動画が楽しかったと思っていただけた方はグッドボタン、そしてチャンネル登録、コメントもお待ちしております。もしね、なんか検証してほしいものあったら、コメント欄でもそちらでも書いていただけたら嬉しいです。それではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバーイ。